はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の歴史、江戸時代丸11、3つ目の改革編をお送りします。で、まあ改革いろいろやってきましたけども、これで最後の改革、全部で3つなんでね。で、享保、寛政で最後の改革になります。で、穴埋め形式でね、今回も1番から11番まで問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあちょっとね、わかんないのがあれば、今から全部ね、読みながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、まずね、改革はちょっと下なので、もう最後ちょこっとあるだけなんだけど、そこまでにある流れがあるんで、ちょっとそっちやっていきます。で、どんな流れかというと、1792年、ロシアの施設、まあロシアの人だね、のある人が根室に来航します。根室って蝦夷地、つまり北海道ね、に来航してくる。で、これね、この後にももう一回人が来るんですけど、一人目ね、見て、ごめん、ケチったずれたかな、大丈夫かな。まず一人目の根室に来たのがラクスマンと言います。ラクスマンね、この人が一回来るんです。で、その後、まあ12年も経ってるけど、1804年にもう一回ロシアの施設のある人が今度長崎に来ます。ね、1回目北海道だったのに今度下ね、長崎に来る。で、2人目の人がレザノフと言います。で、この人がやってきて、まあ通商、まあつまりまあ貿易をしようというのを求めてくるんですが、幕府の方はこれを断ります。で、ここちょっとね、かなり端折って説明してるんですが、一応流れがあって、一回ラクスマン来るでしょ、北海道に。で、その時、老中が松平定信だったんだよ。寛政の改革やったしね、二つ目の改革の人。でも、まあ、断ったんです。でも、普通にこうさ、いや無理無理って、うち鎖国してるからみたいな感じで断ってしまうと、戦争になりかねないとちょっとビビりまして、そういうね、交渉をするのは根室じゃなくて長崎なんですけどって言って話を先延ばしにします。で、まあ12年も経ってますけどね、じゃあもう一回来るわ、みたいな感じで長崎に来た、みたいな流れになってる。簡単に言うとね。で、長崎に来させと言って断るんですよ。なんでこの後戦争やります、ちょっと。ロシアと。まあね、そのちょっと解決はするんですけど、まあそういう流れがあると。で、その後、19世紀になると、まあ、ロシアだけじゃなくて、イギリスとか、アメリカの船も日本に近づくようになってきます。ね。で、その後に事件が起こって、1808年、イギリスの軍艦が長崎港に侵入する。まあ、この事件をフェートン号事件って言うんだけど、まあ、こういうのが起こる。まあ、他にも事件があるんですけど、で、こういうのが起こるので、幕府、1825年に、これまずいと。思ってね、ある命令、まあ令を出します。で、この令の名前が、これですね、うちらが習ったこと名前違うんすよ。ちょっと書いちゃうね。多分みんなのね、お父さんお母さんの世代とか、まあ俺ら世代だね、だったりするとこれ違うんだよね。ごめん、漢字をなんか間違った気がする。ちょっと待ってね。あ、大丈夫か。これで、異国船打ち払い令と言います。出した命令ね、異国船打ち払い令。で、何が違うかっていうと、うちらの時ここ外国船だったんです。外国船打ち払い令ってね。で、参考書によってはそれも書いてあるところもあるんだけど、一応教科書がこっちになってるのでこっちに合わせますにね、異国船打ち払い令を出したんだけど、で、それをね、批判する人物が出てきます。いやいや待てとね、海外としっかり貿易した方が日本のためになるよ、みたいな。個人的にはそっちが正論だと思うんだけど。で、それを批判した人物が二人。渡辺崋山と高野長英です。で、その批判した二人をね、幕府は厳しく処罰します。で、この処罰した、まあ、事件ね、この処罰したことの名前を、南蛮貿易の蛮だね。に、社会の社に、地獄の獄です。で、万社の獄と言います、この処罰したことをね。まあ、こういうことがありました。で、ちょっと話は変わって、
1830年代にはまた飢饉が起きます。前の飢饉は天明の飢饉でした。で、今回は天保の飢饉と言います。で、これが、まあ、全国的に起こって、とにかく米とか、まあ、農作物が取れなくなります。で、その上で亡くなってしまう、言葉が出ました、なんだっけな、いいか、ごめん、その上でね、亡くなってしまう方が出てきてしまうぐらいに飢饉が襲ってしまって、それによって不満が爆発します、農民のね。で、百姓一揆とか打ち壊しがものすごく増えていったんです。で、そこで一個有名な反乱が起きます。そして1837年、元大阪町奉行所の役人だったある人物が反乱を起こすんです。これキーワードね、元大阪町奉行所の役人です。で、この人の名前がまず大きい塩で大塩、平に八に老で大塩平八郎という人が反乱を起こす。で、この反乱の名前が、これも俺らのこと違うんだけど、大塩の乱。まあ、この人の名字取ってね、俺らの時はね、大塩平八郎の乱って言ったんだけど、今教科書がね、大塩の乱になってます。で、これを起こす。で、これはすぐに鎮圧されてしまうんだけど、もちろん幕府にね。ただ幕府にとっては元大阪町奉行所、つまり幕府側の人間だよ。しかもそこそこ偉いからね、これなので、幕府側の人間が反乱を起こすっていうことで衝撃を与えます。マジかっていうね。で、そういうことがあって、その後1841年です。幕府のね、まあ、力がどんどんなくなってるだろうとね、中の人からも反乱を起こされてるからね。で、幕府の力を回復させるために老中だったある人が最後の改革をします。で、起こした人物、この老中の人が水野忠邦と言います。水野忠邦ね。で、この人がやった改革が天保の改革と言いますね。これで3つ揃いました。享保、寛政、天保です。で、まあ順番がね、ごちゃごちゃする子も多いと思うので、これね、俺の昔塾講師のあの仲間の人が共感点って覚えなって言ってました。享保、寛政、天保なんで共感点って、まああれだよ、人は覚えなきゃいけないんだけど、そうそうそう、そうやって覚えるといいよなんて言ってましたけどね。で、この改革どんな内容だったかっていうと、まず1個目、なんとか令を出して贅沢品を禁止します。で、この贅沢品を禁止する命令のことを倹約令と言います。まあ、贅沢するなとね、いうところだね、1個目。これが1つ。で、次、物価の上昇を抑えるために何かを解散させます。で、解散させたものを、これね、前出てきたね、株仲間です。あの、同じね、同業、同じ仕事を、出てまた、同じ仕事をしてる人たちが組んだグループのことね、株仲間を解散させます。で、もう一個、また江戸とか大阪、まあ大都市だよね、の周辺の農村を幕領にする、つまり幕府の直轄の領地にすると、領土にするっていう命令を出します。で、この命令のことを上に知恵の知令、これ読み方2個あるんですけど、上げ知令または上知令と言います。これどっちでも大丈夫ですっていうのを出します。ですが、大名そして旗本の反対にあって、改革すぐ終わります。2年余りで失敗となってしまうという流れだね。まあ不満はたまるね。贅沢をするなって言われてるし、自分の領土だったところを突然ね、いやいや幕府のにするから、お前のじゃないよもう、みたいな感じで言われたら不満は出てくるねっていう感じで、まあ、すぐ失敗となってしまいます。いいかな。では今回は社会の歴史、江戸時代丸11、3つ目の改革編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。
で、次回、ちょっと江戸から離れます。あのね、海外に行きます、次。で、ヨーロッパの話を何本かした後に、もう一回江戸時代に戻ってきますので、次回はね、ヨーロッパの話になりますので、もしよかったら、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。